こんにちはサンクスです今回の授業はこれからファッションビジネスを行う上で最も重要な Z 世代マーケティングです Z 世代とはアメリカで使用されているジェネレーション z の和訳で日本でも広がりました1990年後半から2000年に生まれた人を指す言葉です Z 世代のマーケティングが今後 重要なキーワードになると予測されます。その大きな理由は、Z 世代は真のデジタルネイティブだということなのです。Z 世代は日本では人口の約14%ですが、世界では人口のおよそ3分の1を占めています。Z 世代の多くはこれから青年期を迎え、社会に進出します。 2031年までに Z 世代の収入が世界の4分の1以上に達し購買力が Y 世代いわゆるミレニアム世代を上回ると予測されています消費者としての Z 世代が年々存在感を増していることもマーケティングの分野から注目されている理由なのです Z 世代が好むものとしてエモいがキーワードなんです エモイは1980年代のアメリカで広がったロックミュージックの一つのジャンルであるエモイーモーから派生した言葉と言われています。何とも言い表せない素敵な気持ちになった時や感情が揺さぶられた時、予期せず感動した時、とりわけ心地の良い懐かしさや良質なセンチメンタルに襲われた時に使うようです。その他の Z 世代の好むものとして 体験があります。実店舗での購買体験も重視し、商品に触れ、場の雰囲気をリアルに感じることをこう見ます。その他の Z 世代の好むものとして、話題にできるものがあります。自らも情報発信する立場として、SNS を意識した話題にできるものを好む傾向があります。 もう一つの Z 世代の好むものとして、親しみやすいもの、があります。共感できるメッセージを、好む傾向があります。次は、Z 世代の価値観を紹介します。ニュートラルな男女意識、簡単に言うと、男女平等の意識があります。また、ブランドとは関係なく、ショッピングを楽しむ傾向があります。 また、対人関係を重視する一方で、他人からの評価を気にしすぎるケースもあります。最後に、東日本大震災、熊本地震、SDGs などの社会問題への関心も強いことが特徴です。おしまいに、これだけは知っておきたい、アパレル業界のニュースをいくつか紹介します。 Z 世代に平成レトロブームというタイトルのニュースが流れていました。1996年、平成8年に発売され一世風靡したたまごっちが Z 世代に流行しているそうです。また、1998年、平成10年に発売された紙の写真が出るインスタントカメラのチェキも Z 世代に流行しています。90年代に流行ったルーズソックスが Z 世代に人気が再燃していて、ブームの鍵は平成ギャル世代のお母さんらしい。以上、今回の授業はこれでおしまいです。またお会いできることを楽しみにしています。